GoPro Hero 6 の手ブレ補正が効く、それは間違いないので、それと FeiyuTech WG2 の、ね、相性の、ね、問題を今検証しているという狙いもあります。どうもバンです。先日よりレビューしているこの商品ですね、FeiyuTech WG2 というね、 GoPro 用のウェアラブルジンバル、しかも防水タイプのジンバルですよ。このジンバルのですね、運用方法を今いろいろね考えてるところなんですね。先日ねアップしたテストの動画では、この GoPro をね、このリュックサックのこの辺りにつけてというようなね運用の方法を紹介しました。その時はソニーのアクションカム用のショルダーストラップマウントみたいなね、そういうような商品を使ってで撮影をしたんですけどもね、このウェアラブルジンバルには三脚のネジが穴がついていますんでね。ですけれどもね、その商品ね、この体のこのバックルの部分よりもだいぶねこう前に出て、でちょっとねグラグラするようなね、そういうようなね感じがしたんですね。でなるべくねこう密着して、体に密着してで運用できないだろうかと。つまりですね、これがジンバルとカメラなんですけれども、これをですねなんとかね、まあ、こんな感じでつけたり、それから、まあ、こんな感じでつけたりというようなことができないとか考えたんですよ。このウェアラブルジンバル FeiyuTech の WG2 はですね、ここにも三脚穴があるんですね。ということはこのジンバルのこの形は縦に長いじゃないですか。ということはこうつけた方が一番安定するんじゃないかと思ったわけですね。ところがですよ、ここになんとかこうつけても結局はこうなってしまうんじゃないかというふうに思ったわけですね。でそこでこの WG2 はですね、ここに穴があるんで、こうね一見無駄に見えるようなこの方法、マンフロットのこのテーブルトップ三脚、なんとか三脚ね、ミニ三脚、これをですねこんな風に取り付けて、でここの穴をこんな風にこうリュックサックのマウントにね取り付ければいいんではないかと。つまりね、ここを持ったらね、こっちの方がこの下の方重量が重いわけですよ。つまりここで支えると安定するんじゃないかと僕は思ったわけですね。そうなってくると、なるべくこの体に近いところでこのリュックサックのベルトに装着できるアタッチメントがないかどうかね探したんですよ。そうしたらありました。あったんですけども、むちゃくちゃ高かったんですよ。なんかね8000円とか7000円とかしちゃうんですよ。もう目を疑うような金額で、でこれはちょっと高いなと思って Amazon をね物色していたらですね、まあ、あの似たような製品がありまして、2000円台、2800円ぐらいだったかな、ありましたんで、その商品を購入いたしました。早速届いたんでね、開けて紹介していきます。はい、こちらですね、 Amazon で買ったカメラクリップ新品という商品ですね。カメラクリップ、こんな箱に入ってますね。なんかえらいシストですよ。こんなんですね。でここに、まあ、こんな風にして取り付けるんじゃないかと。でこれがパコッとこう取れるのかな、どうやって取るんだ、あこうだ、ここの青い部分を押すと取れるみたいですね。そしてもう早速もう装着しちゃいましょう。こうですね。んでバックルのところにガチャンかな、おおいけた。であとはこれをこうつければいいんですね。ちょっともう一回外しますね。で、これをバックルに留めるにはどうすればいいんだ、これを、おお
緩めて、でこう開いてほしいところですよね。あれ開かない、あ開いた開いた、開かない、なんか適当やぞ。ここも緩めなあかんのかな。なんかちょっと作りが甘いですね。あこうちょっとここも緩めて、ここも緩めてと、でまあ、こうやってガチッと止めて使うんでしょうね。リュックサック持ってきてみます。はい、リュックサック持ってきましたよ。んでこれをまあ、こうですね。めっちゃ薄いな、めっちゃしっかり止まりそうですね。これほんま入んのこれ。ここを緩めるのか、ここも緩めた方がいいですね。ここで高さ を調節するみたいですね。高さっていうか厚みね。なるほど、これは取ってやった方がいいな。見せながらやります。めっちゃしっかりしてる。難しいぞ案外。取れた、ネジがバネが取れたぞ。大丈夫か。なるほど、ここを緩めすぎるとバネが取れてしまうですね。これは注意ですね。ちゃんとバネ効いてますね。はい、ここのガチャっていうところが非常に渋いですね。まあ、できんことはないはず、だって取れたんだからね。ですけどバックルをつけた状態でそれをするのが非常に厳しいぞ。これ難儀する人いるやろな。これ難儀する人いるぞ。結局これ取った方がいいかも。そうするとバネビヨーンになるやんかね。バネビヨーンになるからちょっとこう、まあちょっと置いといて、あなるほど、このバックルが広すぎんのか。なるべくでもこうやってここが非常に厳しいですね。いけたけど、でこれ片方だけ取れてるっていう意味がほとんど、こういう機構になってる意味がほとんどないけど、まあいいや、まあ、とりあえずこれでいけました。はい、いけます、一応いけます。でがっちり止める、がっちり止める、がっちり止まりました。リュック背負ってみます。そして装着してみます。これはワンタッチでいってほしい。ここが緩む、もう一回ギュッてやろう。よし、青いとこ押しながらになってもいいかな。これガボっていってほしいですよね。いかない。使い勝手がもう一つだぞ。ちょっともう一回リュック取ります。ガボっていってほしいですねこれね。いかないですね。逆かな、こうかな、違いますよね。ちょっとわからないんで一遍ちょっとこれ外します。こんな苦労するとは情けない。こんなん多分どっち側から刺してもいいんですよね多分ね。押しながらになったらあかんのかな。なことないよね。やっぱり上からか、これ間違えてたかも。違うか。あーこの横が、このネジ、このネジ固定するもんでした。だからこれ緩めないと多分こうならないです。はい、でこれでガッチリです。はい、すいませんでした、操作方法間違ってました。で取るときはこれをこうですね。はい、もう一回やります。ガタをもう極力なくすということなんですね。ガチャってやっただけではやっぱり揺れることがあると。そしてこれ、ここの部分ね、この部分のここの部分を緩めておきます、あらかじめね。でもう一回リュック背負います。そしてここをもっとギュッと押しとかないとダメですね。この爪、手で回すとこ、きた。そしてここを回すと、どうですか、
どうですか。電気入れてみます。これは安定しているぞ。これだ、これですよ。こうね、下の部分がこう重心をかけてこうなんか保持した方がいいというね、このアイデアはですね、ドリキンさんの動画を参考にさせていただきました。で、この状態で GoPro がうまく両手フリーの状態でスタビライズできるというようなね、そんな実感がありますね。ドリキンさんはですね、この下の部分をですね、カルマグリップ、つまり GoPro 専用のジンバルですね、でやられておりましたけども、僕にはもうそこまで財力がないので、だったらこうね、フェイユテック WG2、 これを縦向けに使って、でなるべくこの重心を体に寄せて、でしかもこのね、一見無駄に思えるこのマンフロットのミニ三脚、これをこんな風にして使って、でやればむっちゃ安定してますよ。これちょっとこうやって角度変えたりとか、ちょっと撮影もしてみますね。はい、こんな感じです。これでね、明日動画撮影してこようと思ってます。これはいけるぞ。それではその時の動画をどうぞ。もうこれでね、戻ってきません。今日はこの辺でバイバイ。おはようございます、バンです。本日 GoPro Hero 6、 それから フェイユテック WG2 というウェアラブルジンバルでキックボードで出かけるところの様子を皆様にお届けしております。で、撮影する分にはね、手ブレ補正が効きますんでね、このような激しい状況下でもフェイユテック WG2 のスタビライズと GoPro Hero 6本体内の手ブレ補正の相乗効果で良好なスタビライズ効果、手ブレ補正の効果がね、期待できると思うんですけれども、これはね、やってみないとわからないです。で今後ね、いろいろモードを切り替えて、これでね、60fps で撮影するということがね、確かできたような気がいたしますんでね、 GoPro Hero 6の手ブレ補正が効く、それは間違いないので、それとフェイユテック WG2 の、ね、相性の、ね、問題を今検証しているという狙いもあります。そしてですね、今キックボードでね、いつものルートで、お出かけ、今からね出かけようとしているところですね。でキックボードっていうのはね失礼、ちょっとまだ咳込みますね、ご容赦ください。キックボードっていうのはですね、こういう風に上下動がね、なんかあるような気がしますね。こうやって漕ぐたびにこう
グラグラなってるような気がしますね。お、今こいだ、こいだ、こいだ。これでね、上下動が出てるのではないかと。スケボーとかね、自転車だったら上下動は出ないかと思うんですけども、今度またね、自転車でもね、試してみようと思いますね。走行してるうちに駅前に出てきました。と今日は選挙の人いないな。いるかな。どうだろう。よいしょ。
今猫いましたね。さて、ここはね、自転車専用道路がありますんでね、走りやすいです。でここね、一方通行なんですよね。よし、青だ、行け、バクソー。あ、自転車危な。無言になってしまいますね。なんか喋りながら走るのって結構大変かも。そんな気します。自転車の方がまだ楽ですからね、キックボードよりも。まあ、これで何にせよ、片手運転とかね、手放し運転とかいう心配がなくんですね。キックボード動画がね、撮ることができるようになりましたので、よかったですよ。どんな映像になってるのかなっていうのがすごく興味深いところですよね。こういう歩道から車道に出るとき、斜め後ろ確認ね、重要ですよね。で、後ろからなんかトラックが迫ってきてるような感じのときは、ちょっとこっちにね、歩道の方に入らせてもらったりということはありますけれども、もちろんね、歩行者に、最新の注意を払いながら、一瞬歩道を、ね、走るということは、ね、あります。基本僕は、広めの歩道もしくはこういう自転車道を走るようにしています。